6月5日、川崎市宮前区にあるフロンタウン鷺沼で、宮前区限定第1回健康測定会 in フロンタウン鷺沼が行われました。この測定会は、宮前区とフロンタウン鷺沼が主催し、まちづくり連携協定の一環として実施されたものです。まちづくり連携協定は、魅力あるスポーツ推進事業を行うことで、幅広い分野でまちづくり活動や地域活性化を推進しようと、宮前区とフロンタウン鷺沼が結んだ協定です。今回のイベントでは、体脂肪量や筋肉量などの測定、骨密度の測定、体内の糖分の測定と3つの測定を行いました。そして、専門的な知識のあるスタッフが健康のアドバイスを行いました。測定は宮前区民限定でおよそ50人が参加しました。午前9時30分から午後4時30分まで30分ごとに区切って行われましたが、すべての時間帯で予約が埋まるほどの盛況でした。94歳なのでどういう体調かということを少し気がかりだったもんですから、総合成績は聞いてませんで分かりませんが、まずまずの状態のようです。